オロフ・セルセウスであるテレ、カップ・ファースティッシュ、オロフ・セルシウス特別するために、オロフ・セルセウスデン・オールドレとも、1670年7月19日から1756年6月24日は、スウェーデンの植物学者、言語学者、ルーン文字研究者、神学者である。ウプサラ大学で、カール・フォン・リンネの生涯の転機となったとされる、エピソードを持つ人物である。 ウップサラで生まれた。父親は歴史の学者で温度計の研究で有名なアンデルスセルシュースは老いに当たる。経済的な困難さはあったが国王カール11世の援助で卒業することができた。ヨーロッパで学んだ後1699年にウップサラ大学の准教授となり1703年にキリシャ語の教授となった。1715年に 東洋学の教授となり、1719年に神学博士となり、1727年にプロテスタント神学の教授、1736年に大主教になった。1711年から1746年の間に七度大学の学長を務めた。古代ユダヤ教の歴史や文化、スウェーデンの歴史、父親も研究したルーン文字の研究を専門とした。 ルンド大学で学んだ後、ウップサラ大学に進んだリンネは1729年には、学士に困り、大学を去ろうとしていた時に、植物園で聖書に出てくる植物についての著作をしようとしていたセルシウスに出会い、その植物の知識を認められて、助手としての仕事で生活資金を得ることができたとされる。翌年には、ウップサラ大学で植物学の講義をすることができるようになった。 リンネの助けを借りて執筆した、ヒデロバタヌコン、細部、デプランティス・サクライ・スクリプチャーレディサテーショナズ・ブレビスは、セルシウスをヨーロッパで有名にした。リンネによって、ゴマのハグサカの植物の俗名、セルシアに名前が付けられた。セルセウスは、植物の学名で命名者を示す場合に、オロフ・セルシウスを示すのに使われる。ありがとうございます。